塗ってるぐらいだったら全然ね溶けないんですよ。これねやっぱり水彩画を描く上で大事なことですよね。つらーん。はい、毎度ごしやすつららん。雑貨やつららんの雑貨前作らない職人承知でございます。今日鬼太郎感がすごいな。どうしたらいいのこれ。どうしたらいい。なんかおかしいな。どっちでもええか。見てる方には超絶どうでもええことなんですけどね。今回はね、これじゃじゃん。もういきなり紹介するんやで、今回はね。これはプラチナ万年筆株式会社さんが出している、超微粒子インク、プラチナインクブランセピアでございます。これね、これのブラックを以前ご紹介したことあると思うんですけど、それのマロンじゃない。ブランセピアですね。色違いです。顔料インクなんですけど、ね、これ耐水性、耐光性に優れると書いてあって、要するに、書いた後、乾いた後なら、水で濡らしても滲まないんですよ。溶けたりね。僕のチャンネルってやっぱ絵のチャンネルなので、このセピア系で書かれたペン画とかって、結構見られたことありませんか？なんかちょっとおしゃれな雰囲気になりますよね。で、今回はこれのなんか使うコツというか、僕もね、これ以前から使ってて、ああ、もうすごいいいなと思って、楽しんで使ってるんですけど、僕が使ってきた中でもやっぱりね、それなりにね、気になったこと、気づいたことがあったので、ぜひそれをね、今回は知ってもらおうかなと。こんな感じです。これね、60cc 入ってて、なんぼやったかな ?1000? ちょっとわからん。下に出てると思います。このお値段で買えちゃうと。60cc だ結構タップタップなんですよ。これ使い切ろう思ったらね、だいぶ書かなあかんと思うんやけど、お得ですよね。でね、これすごい色がいいんですよ。ここにね、今回、このインクをご紹介するにあたって、ね、作例をね、今日描いてみたんですよ。その絵が、じゃじゃーん、こちらです。わかるかな？これ、路面電車なのかな？海外の、まあ、写真を元に描いてみたんですけど、わかります？この、茶色い感じ。これはね、やっぱ黒の線とは違いますよね。まあ、パッと見ね、ちょっとわかりづらいかなと思うんですけど、ね、明らかに違います。あくびせえへんの。こちらが僕の動画でね、以前描いた大阪の公会堂のスケッチなんですけど、これはね、同じプラチナ万年筆でもブラックの方を使っています。やめなさい。パッと見はね、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、どうすかね。こっちの方がなんかこう、なんていうかな、ロマンチックっていうか、そんな感じしません？こっちはキリッとしててね、キビキビしてて好きなんですけど、これもね、いいんですよ。なんか優しい柔らかい感じ、あったかい感じしますよね。なんかこう、ノスタルジック。思い出の中の風景みたいな。そんな雰囲気が出るインクです。でね、これ、このインクを使って絵を描くときにポイントがあるんですね。大事なポイントがあるんですよ。ここさえ守っといたら、もう勝ちや、みたいな。それをね、今回は、これの制作動画とともに、ご紹介。うわ、黒っ！なんでこれ黒いん？何がついたんこれ。チータンこれ何やと思う？これ。いや、あかんか、黒なるって。何やこれ。なんかついた。これだけは持っといたら、このセピア系のインクは、絶対攻略できるという、ポイントをご紹介しようと思いますので、よければ皆さんもね、それを見た上でね、これもね、ぜひぜひ、すごく僕気に入ってるインクなので、なんかね、絵上手くなった感じするんですね、これ使ってると。いつもと同じように描いてても、なんかこう、おしゃれで上質な、大人の雰囲気が出せますので、これね、Amazon さんで売ってます。リンクをね、この説明欄に貼っておきますので、よければそちらから、購入してみてください。ではでは、早速これをね、書く工程。これ残念ながらね、着色、残念すぎんねんけど、着彩してる時の動画がね、撮れてなかったんですよ。途中からしか。なんでやねんって思うねんけど、まあまあでもね、線描でね、書いてる時の雰囲気とか、色味の具合とか見ていただけると思うので、ぜひぜひ楽しんでみてください。まあ、一応アフレコしようかな。うん。説明せんとあかんから。見ていただきましょう。どうぞ。ごめん。やっぱり嘘です。嘘じゃないねんけど、一回インクだけにスポットライト当ててね、しっかり紹介しようかなと思って。で、チッピー邪魔よ。さっきね、アマゾンでこれ値段見たら、1500なんぼでした。めちゃめちゃ安なってた。皆さんぜひね、今買うんやったら今ですよ。なんか僕買った時より100円以上安なってたと思う。はい、こんな感じの瓶でね、上質な感じですね。これ開けたらね、これなんていうの、リザーバーっていうのやったっけ、これほら。このリザーバーの中から、なんていうのあれ。コンバーターでさ、
キュ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 とこうインク吸い取るときに、このリザバーってすごい楽なんですよ。で、吸わしてあるのがこちらの万年筆です。これね、またいつやったかティームで買った、なんかちょっと木軸のおしゃれな万年筆です。これ確か800円くらいで買ったと思うねんけど。これね、この、プラチナインクのブラウンセピアが入ってます。で、まずね、線から試してみますね。いきまーす。はい。こんな感じです。どうかな？わかるかな？この色の柔らかさ、優しさ。すごいね。ちょっとこう、色としてはね、濃いめの茶色なんかな？ほら。セピアというよりもなんかこう、ブラウンに近い、茶色っていう感じがしますけどね。こうやって見るとあんまりちょっと分かりづらいかなと思うんですけど、こちらの、これはプラチナブラックが入ったやつですね。普通の。これで引いてみると、ほら、こんだけ色違います。どうですか？まあ、キリッとした黒もね、かっこいいんですけどね。やっぱりね、なんかね、セピアの方がね、なんかこう、ロマンチックな感じしますよね。で、これ顔料インクなんやけど、微粒子やからすごくでかいんですよ。万年筆がね、サラサラサラって動く感じ。まあ、一応でも顔料インクなので、メンテナンスの方はね、メンテナンスって言ってもほら、こう、あんまり使わない人、使用頻度が低い人とかは固まってしまったりするみたいなので、たまにね、こう、走り書きでもいいので、なんか万年筆使って、ずっとこう、使って動かしておくっていうことが大事だと思います。で、ちょっと一回これ乾かしますね。しっかり乾かします。うん。紙にもよるんですけど、乾いたらね、やっぱ多少色薄くなりますね。こんな感じです。どうでしょうか。わかりますかね、この色の感じ。綺麗ですよね。で、これがよ。ここで面白いのが、これね、水筆です。これ水たっぷり出しますね。これで、上からなぞっても、あ、こっち、水に色がついちゃってる。漢字の水筆ペンに色がついてる。上からなぞってもですね、溶けないんですよね。こんな感じで、上から、チッピうるさい。ちょっとガーってずっと溶かしてるとね、さすがにね、少しだけこう色、滲んでる感じもするんですけど、優しく上からね、塗ってるぐらいだったら全然ね、溶けないんですよ。これね、やっぱり水彩画を描く上で大事なことですよね。ここで線溶けちゃったらね、色が濁っちゃってね、汚くなってしまうんですけど、こちらの完成作品を見てもらってもわかるように、しっかり線が残ってくれてる。これありがたいですよね。なんか好きなんですよね、この、優しい感じが。最近これで描くのハマってます。なんかね、ご自分の作品、ペン画にした時に、なんかこう、トゲトゲした、硬い感じがするなって思ってる方は、ぜひこのね、ブラウンセピア、買ってみてください。水彩画描く方にもおすすめです。で、これね、インク画っていうか、このインクをね、まんま水筆ペンで、伸ばしても面白いと思うんですよ。以前僕言ったことあるかな、釜湯画法って言って、褐色系だけで描く水彩画みたいな。ご紹介したと思うんですけど、そんな感じにもね、こう使えそうな。インク画としてもいいですね。この乾いてなかったら、水との相性すごくいいんですよ。溶かしたり伸ばしたり、ぼかしたりできるんですけど、乾いたらしっかり耐水性のある。これがいいですね。こう綺麗ですよ、こうやって。遊ぶのね。今度ね、このインクだけでね、水彩画っていうかインク画描いてみましょうか。面白いと思うんですよ。はい、こんな感じのインクでした。で、そう。最初も冒頭でも言ったように、これを、この後ね、このインクでペン画を描いて、着彩する過程をね、説明するんですけど、その着彩するときにこのインクを生かすうまい塗り方っていうか、考えておかないといけないことがあるので、そちらを、アフレコでご紹介します。では、今度はほんまに、見てください。どうぞ。はい、これはコットンブロック紙ですね。バオホンという、ものを使ってます。サイズ的にはちっちゃいですね。ペンがあんまり大きいサイズに書くことはないですね。最近はね、鉛筆でね、下書きをすることが多いです。なんかペン画ってね、そのままぶっつけて書いていくもんやって思ってある方もいると思うんですけど、万年筆やったらね、鉛筆の粉詰まらないので、鉛筆でのこの下書きができます。その代わり薄く書くのは透明水彩と一緒ですので、鉛筆の腹を使ってね、これホルダー型の鉛筆です。当たり線を書いておきます。それでね、この上からね、このように、線で書いていくんですけどね。色綺麗ですね。でね、僕ちょっとペン画も僕自身初心者やからちょっとわからへんねんけど、これね、コットン紙の中目なんですよ。
ちょっとボコボコあるの分かります？こう脂肪加工というかエンボス加工っていうか、これがねちょっとボコボコすぎてやな、この万年筆がね持ってかれんねんな穂先がまあこれはこれでなんかこうなんていうかな、線に味が出るからいいっちゃいいんですけどね、うん、細め使ってもいいんかなと思いました。なんか嫌いじゃないですよこのボコボコした線ね。でもねあまりにもなんか持ってかれたりねかすれてしまったりする時もあってね、どうなんかなと思って。ペンが書かれてる方どんな紙使ってますか？でこれポイントなんですけどね、ところどころあのこうなんていうかぐじゅぐじゅぐじゅっとして線を濃くしたり面を縫ったりしてんのお分かりですかね。こういうアクセントをつけておいた方がこの後着彩した時にねあのこの茶色がより綺麗に残っていいと思うんですよ。だからあの影とかもあの万年筆自体でこうじゃじゃじゃっとね塗るようにして、こんな感じですね、描いていってます。で大事なのがやっぱこう風景画ですので接地面ですね、建物がいっぱいバーっとこうねパースに習って立ってってるわけですけど、向こうに行くに従ってちっちゃく、なってるのと、あとちゃんとこうねこのいっぱい線がこうね今向こうにすぼまってってると思うんですけど、これ線路かな、これがしっかりパースに習って、角度ついてないと建物が立って見えなくなるんですね。これ、まあ、難しいとこでもあるんですけどね、あのちゃんと角度をね見てほしいですね、ビルとかその線路の万年筆でもいいですしペンでもいいですしね、こう当てがってね実際角度測って、紙面にそれを写してもいいと思います。とりあえず角度が大事です、こういうパース系の風景はね、それ一発なんですよ。でもう一つ気をつけたことがね、結構実際のこれね風景の写真出てると思いますけど、あこれ下のねこの地面のねこのこれこだわりポイントです、レンガ積みみたいなとこねちょこちょこっとこう入れといてあげるとね、全面に入れたら鬱陶しくなるんですけどね、あのいいんですよ質感が現れて。何を言ってたんだっけ、そうそう、今回のポイントですね、結構窓が多い建物がいっぱい建ってるんですね左右に。でこれをねあの全部窓を描いちゃうとまたこれもゴミゴミしてしまうでしょ。ゴミゴミさせないためのこのテクニックって大事だと思うんですね、ペン画でも、まあ、何でもそうかもしれませんけどね。なのでこれも基本的なことですね、手前にあるものは結構詳しめに書いて、チピチとうるさいよ先からやめてコップ落とす、奥にある。奥にあるものはこれ窓とかしっかりほら手前はこう割と窓のこう3枠とかが見えるぐらいの感じで書き込んでるんですけど、奥書くときはねなんていうかな、狭まってんのもあるし縦の線だけで表すんですよね。これね僕覚えたテクニックなんですよ。前はね割となんかこう神経質に丁寧にね窓の形綺麗に四角に撮ってたんですけど、あなんかね上手い人のペン画とか見てたら全部そうなんですけど、窓の存在っていうかなを縦線のぐじゅぐじゅだけで表してるんですよ。それがしっかりこれ大事、これね、なんかめっちゃ適当な感じするんですけどね、横から見た窓ってねこれでいいんですよね。これぐらいの表現に留めておいた方が何やったら邪魔しないっていうかね、これはね僕の見つけたテクニックですね。位置さえしっかりしてたら大丈夫だと思います。窓のねそのある位置がぐちゃ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 してたらあかんのですけどね、ちゃんとパースに揃って、位置しっかりつかめてたら縦線のねぐじゅぐじゅでも窓に見えるのでね、これぜひやってみてください。奥になればなるほど手抜いていいです。もう一番奥なんて線ですよね、縦線で手前だけしっかりこう見えるとこだけきっちり枠とかも書いておいてあげるとリアルになると思います。でねこの後のね着彩のプロセスがな、せっかくこれが大事やのに撮影できてなかったよな。でさっき言っときますけど、今回の、コツすごい引っ張ってごめんなさい、セピアの色を壊さないように淡彩淡い色で着彩しようっていうことです。これねもうほんまに大事なんですよ。黒いペンやったらね割と濃いめにガーンといってもねいいんですけどね、セピアの良さを生かすにはやっぱ薄めで着彩していくことですね。今回のこの絵でもねポイント、例えばこれ出るんですけど、路面電車のこのねオレンジが綺麗やったんでそこはしっかりね鮮やかに描きました。でも左右のこのもう建物とかはもうね
イエローオーカーとブラウンのね薄い色でねぼかすように入れて、線を強調しました。これでねブラウンの良さ出たと思うんですよね。はい、こんな感じでできました。どうでしょうか。これぐらい薄塗りの方がこのセピア系使うときはいいペン画になると思いますので、すみません、こんな簡単な説明が出てしまって、着彩のプロセス取れてなかったからあるんや。はい、こんな感じで完成しました。最後まで寝てくださってありがとうございます。本当にあーめあーめで、この線を強調してね、線が主役なので、茶色めの薄い、まあ茶色に限らないですけどね、薄い系の、インクで線画描くときは、着彩をあーめにしてみてくださいね。はい、最後までご視聴ください。ありがとうございました。ぜひぜひこのねインクをおすすめですので、ワオーですよ、 Amazon で買ってみてください。またお越しやす。ありがとうございました。なんかね、やっぱ冷蔵庫やっぱ前からおかしいってなんかで言ってたと思うねんけど、覚えてへんと思うけどね皆さんは。またね冷凍庫がガッチガチで開かへんねん。なんかで膨れ上がってきてさ、隙間空いたんねんな、室内だけ。どうしたらいいと思う、これ買い替えかな。